チュちゃんが食べたいって言った時にお腹がいっぱいで、今食べても美味しくないぞって感じで食べなかったんだよね。誰も並んでなかった。そん時食べればよかったんだけど、お母さん買ってくれるって言ったじゃん。小さめ。